ボルテスファンもあのボルテス v がフィリピンで実写プラス cg でみ蘇った。実写 cg で偏見があったりする。ロボが見たいか、鉄の拳で殴り合う。超重量級ロボが見たいか、ボルテスファンも日本でもついに演楽公開中。メカロボ好きならば見ないわけにはいかない。鋼鉄の拳が唸る。ロボット映画ということで、今おさらいように youtube の東映シアターオンラインにてテレビ版のボルテスが見れるので是非庭まで見て。 映画館英語なのだけど見なくても全く問題ないけれどテレビアニメのボルテスのバトルの凄さを少しでも伝える動画を作ったわまだの人はぜひ見て映画館に行ってねボルテスは立てない最近私盾の話をしてることが多いけどボルテス5の盾はいいのよ盾とは芝居や演劇での 戦闘の立ち回りを言うにゃボルテス5の必殺技「天空剣 V」のジギーは盾死による盾を撮影して作画資料とした創業ロボットアニメにおけるキメの必殺技として剣できるパターンの創出はボルテス5といわれるわその後スーパーロボや戦隊ロボで多く用いられるえ<っ>そして映画版にも含まれる庭のお話はものすごくストーリー上重要なので盾の撮影が違うはすごくいい映画面白かったわではテレビ版庭の バトルシーンのラスト付近見ていくわよ殺意の眼光ギラーン。これは庭の本当に最後のシーンで非常に大きい犠牲によって反撃に転じたところ感情マックスでのバトルにじりる。にじりる。ちょっと腰が引けるバイザンガあれほどボルテスを苦しめたバイザンガがビビるビビってる振りかぶってこの振りかぶりから BGM スタートでもパイロットのケンイチがずっと叫んでてあんまり聞こえない テンションがゴリゴリ上がっていくにゃ右ストレート返す刀で左ストレートさらに腰の入ったパはじめの一歩ならば間違いなくグギュギュルン手だけ文字が入る腰のひねりとその解放うわなんかこうかんだひるんだところにさらに大きく振りかぶって思ったより地味な距離を取るようなチョッピングライトあれ溜めた割には地味よね地味な攻撃が効く みたいなものかと思ったら今のパンチでできたスペースにエッグいボディプローこれは吐きそう体が「ク」の字に曲がったところに両腕を組んでの振り下ろしダブルスレッジハンマーガンをたかんではオルテガハンマーで通じるにゃこの回り込んでの突き落としはドラゴンボールで悟空がやるやつそれをもう一発いたた同じ攻撃2発は殺意が高いひるんだところに左 思わずたたらを踏む倍山が。追い打ちの右。逆方向に倒れかける倍山が。倒さない、左。倒れることを許さないラッシュ。煉獄発動。これはエグい。ここで空いた距離を詰めるボディクロー。からのダブルスレッジハンマー。また来たダブルスレッジハンマー。痛かった,た,た,たまさに煉獄。そこに死ぬほど腰の入った。うわ、腰入りすぎ。膝蹴り。痛かった,た,た なんだこのガチムーブそこを逃がさず顔面ストレートの構えを見せてからのそれはフェイントだオディアッパなんという喧嘩殺法試合しゃぶりが光る吹っ飛ぶ倍残骸を見送ると見せてスラスターフ化して追いっちうわそろそろ許してあげててめえは絶対殺すと超電磁駒毎回見る超電磁駒のバンクの殺意が違うにゃこれにギリギリ耐えた倍残骸にしるしると戻ってきた駒をキャッチして さらにもう一発この同じ技を畳みかけるはめ技やめたでてよし十分ダメージは与えたぞと超電磁護マ用のベルトを収納この魔王と練出が殺意たけとどめだとばかりに天ン剣ああついハモりたくなってしまうにゃバンクカットに殺意がこもる掲げられた天空剣に台本が天ン剣ルブイルギリる迫る,迫る決着の時がじわじわ迫る。 いつもなら、肩から毛さ切りに入れる V の字切りを、恨み晴らせで置くべきかと、今回は特別に、脳天下らイン。ゴリゴリとタメが入りつつも。うわ、もうちょっとこう手心置かん。ガンガンの思いを込めて、貴様は殺す。これは、ああと切り下ろし、切り上げる。倍残骸はこれにて一巻の終わり。V の字に切り裂かれたパッツが、ゆらりと落ちる。エック。大爆発の中、きらめく V の字。 爆風の出り返しをアビルボルテス5。これは、かっこいい。絶妙に変なポーズだけど、気にしない。絶妙なポーズよな。という感じで、1977年のアニメとして、その戦闘シーンはほぼ極まっているのよ。バンクシーンのつなぎ合わせで戦うバトルが、主流だった時代に、この、パンチから左右に振って、膝も使って体をこの字に折ってからの追撃、間々にバンクシーンを混ぜるも、これが必殺技感をグッとます。格闘ゲームの、 超必殺技的ねこれが今タダで見れるのでひとまず YouTube の投影シアターオンラインへ応募よ詳細欄に URL を置いておくにゃそしてまだ見てなかったらもし気になったら映画館へんごうよ盾の時代はあるし見せ方の時代キャラの時代はあるけど熱量は十分に引き継いでいるわ面白かったものねメカ,、ね、カ,カ部ではオルテス5もレガシーも超応援しています 昔ののアニメなのにが凝っっててびっくりしたわお話も長浜ロマンを確立させただけあって結構な盛り上がりを見せるのにゃメカデザインはメカマン大川圭邦夫スタジオヌエ、当時の最強チームねキャラも聖り笹門信義金山昭弘なんかすごいわではそろそろ締めるのにゃ実写 CG で偏見合体するロボが見たいか <laughs> 鉄の拳で眠り合う超重力級ロボが見たいか それが見たけれがば映画館やごう、ね、せーの戦いは続くメカ部ではメカの動画を投稿しています見逃さないようにチャンネル登録してメカ部員になってね最安値のメンバーシップもやってますお金をドブに捨てる男にありがとうございますグッズもあるのにゃせっかくだからたまには古い動画も見てってね瞑想してて面白いわんよでは次のメカ部の時間メカ部チャンネルでメカ部チャンネルで